福岡マスジド正面アンヌールイスラム文化センター。福岡マスジドは、福岡県福岡市東区箱崎にあるイスラム教のモスク。2009年4月12日に開造した九州発のモスクである。アラビア語で、マスジドは、モスクを、アンヌールはイスラム教の象徴、光を意味する。鉄筋コンクリート作り地上3階、地下1階建てで、 高さ9.5メートルのドームと18メートルのミナレットを備え、福岡県に約1000人ほどいるイスラム教徒の礼拝の場という顔の、ほか多くのモスクがそうであるように人々の交流の場、教育の場としての顔も備えている。現在のところ1000人のイマームは存在せず、説法は信者が持ち回りで行っている。また、アザーンにはアラビア語が使われるが、説法などでは、 英語が使用される。利用者のほとんどはインドネシアやバングラデシュといった東南アジア出身者で、中東出身者は意外と少ないという。福岡モスクの設立の中心となったのは、九州大学の留学生による公認組織、九州大学ムスリム学生会であった。彼らは1998年に福岡イスラミックセンターを設置し、サダカの募集を開始した。 福岡県内のムスリムからも、それぞれ留学生は5万円、社会人は20万円のザカートを得て、他にもムスリムが多いと山や新潟、東京に出向いて、ザカートを求めた。特に、UAE 出身の留学生を通して、赤新月社から2億円のザカートを得るなど資金は順調に集まり、2005年には JR 箱崎駅の土地区画整理の購買を、 落札する形で用地を取得した。しかし、モスク建築の上で最大の問題となったのは、地元住民の理解であった。アメリカ同時多発テロ事件の影響や、イスラム教そのものが、日本人に、馴染みが薄いこともあって、地域住民のイスラム教施設建設に対する、感情は、決して良いとは言えず、自治会は、公安警察への問い合わせまで行った。そこで彼らは、 地元住民に九州大学で行っていた集団礼拝を実際に見学してもらう催しを開いて料理を振る舞うといった活動を続けイスラム教やイスラム教徒に対する理解を得ることに努めた。こうして地域住民への配慮を条件に建設が認められ2008年にようやく着工した。建築は福岡市内の建築業者によって行われ2009年3月に竣工。 4月12日に正式に開造した。反対側から、ドームがあるのがわかる。モスクは地下1階から3階まである。まず、地下1階には、イスラム教に関する書籍を有する、図書館があり、開館時間内は、信者以外でも見学、利用できるようになっている。また、多目的ホールがあり、主に男性が利用するという。礼拝書は、吹き抜けとなっており、 一階は男性信者が利用し、二階は女性信者が利用する。礼拝所の内部は比較的シンプルな作りで、自然光を取り込む作りとなっており、ミフラーブやミンバールといった礼拝に必要な施設を備えている。また、東京や神戸のモスクも参考に作られ、アラブ首長国連邦から輸入した絨毯で彩られた、道内は異国情緒も感じさせる。 3階にはキッチンを備えた多目的ホールがあり、主に女性信者が利用するほか、子供の集会や地域住民への料理教室なども行われている。住所は福岡市東区箱崎3丁目2番18号。九州大学に近く、周りは住宅地となっている。ありがとうございます。